すいません、本当に本当にお待たせしました。いや蒸し暑いのやだね。あのさ、思ったんだけど、日本の夏ってさ、別に気温は最悪いいや、湿度なければよくない？ああ、ソニアにはもう先に会ってる。あれ、ここカジッチョいるの？ドレディアなら島にいたけどね。え、分けてもらう。はい。写真があった今。あれ、なんか元気なさそう。探してる？なんかうろうろしてる。辛いらしい。迷子か。クイックボール投げよう。ドレディアを探せ。そろそろまたあれぶち込みたいな。ウロボに。でも最近回収サボってたからあんまないかな。びっくりした。そうだ、声あるんだ。レアなアメ細工がロボじゃないと厳しい。うえー、ダイマックスアドベンチャーで見かけるのも運だもんね。あっあっあっ、これディグダ集めたっけ。集めたな。でさ、忍耐？忍耐というやつがあったんだよね。新作の発表会だよね、多分。あれ見てないんだよな。あ、何かめぼしいものは。え、ピーチの進展あった？え、日取りが決まったとか、それかなんか内容が公開されたとか。あれやりたい。間違えた、狙い撃ちでよかった。まあいいか。あ、そっか、物理に変えよう。予約もスタートしてた。あ、おお、倒せた。予約しよっかな。あれ買おうかな、あのチケット。日本の。なんかでもちらっとね、その忍耐で佐賀の新作があるらしいっていうのを見た。忍耐の結果をつぶやいてるツイッターで見た、 X で。うわ、危な。
なんかまだ新作が出るっていうのが意外だった。サガエメラルドなんちゃら。あ、いるやん。どれって。今ベソが走ってた。え、こっちだね。ジュリネが伝わるん。イラストのタッチはいつも通りだった。なんか古いからあのイラストなのかなと思ってたけど違うのかな。佐賀だからあの絵なんだ。佐賀絵なんだ。だけど RS の方では全然違う絵柄もあるのにね。いいな、めっちゃ拾えたな。うわ、びっくりした。この木の実は降りれんな。あ、ぶつかっちゃった。ソシャゲは売り上げ重視になるのかな。あー、なるほど。なんかいろんな人に刺さる絵になるように結構分けて描いてみたいな。で、分けて描くことでまた種類も違うみたいな風にできるしね。ね、チュリね、ドレディア150匹ってことはないよね。今のドレディアでいいんだよね。150匹の親は怖いな。どれが親でしょうみたいな。おい、いっぱい取れるな。得した感がある。千と千尋より難しい。連れ歩きが2匹できるという。でもなんもない。いましたよ。あ、いる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 。はい、間違えた。こんなんあやたま見たら喜ぶよ。花の蜜。あやたまボイスで再生されるからやめて。ペロリ。あ、また奥へ行けばいいの。こいつか。連れてってくれればいいのにね。ストーリーでは結構あの一緒に空飛ぶタクシーで行くかみたいな言ってくれたけど、どういったん。ああ、
見えてないよ、どこ。あ、そういう移動なの。転がった。今ついてたような気がするんだけど、今ついてたよね、ここに。もしかしてあの後ろ姿を見るにイモムシ？え、頭についてる蜜でいいの？わさびみたいな感じ？ジュースみたい。え、じゃあ蜜ハニーとかやないの？え？植物の蜜を蓄えるポケモンといったら分かるような、蜂の巣ポケモン。ちゃんと勉強してるのが分かるシーン。青い塔の近くにある六角形の島に生息してるみたいだぞ。はい、先にこっちやればよかったね。めっちゃ羽とか拾ってきたわ、その辺で。あれだよね、もうさすがに覚えた。ここで早くない？ホップくん。この辺で願いの塊投げたらビークインだらけだったよ。ザザッと調べる。これ揺らせるの？すごくない？主人公。うわ、怖い、音が怖い。なんだ、な、なになになに、やば、呪われた？蜜、蜜け。戦闘が別荘である。行こう。あ、そっか、巨大マックスできるから、なんかある。見たことない、今まで多分。ベソ自体あんま大きくなってなくない？わあ、すごい。え、これかっこいい。あー、細い部分攻撃受けた。
そして柔らかい。え、シールドできないよね。よかった、ちょっともう一回見よう。いいぞベソ、これいいね。ちょっとスナイパーやん、めっちゃ。あれなんでこんなに差が。痛い。なんで今一発目すごかったの、わけが分からん。もう一回やろう。死ぬかな、ベソ。また押せた。何だったんだろう、2発目。倒れなかったね、普通にしてる。なんか勝負の衝撃で不思議な蜜が落ちてきた大蜜。ポップはもう戦わないものになっちゃったの。まず道場まで戻ろう。はい。でもさ、キノコあったっけ。さっき1個拾ったけどさ、使い果たしたと思うんだけど。あ、ただいま。あれ、熊田ホームに預けてないよね。え、今のチミトなら全力で勝負できそう。やるわ。だって伝説いるし。ドギャッと強いかもね。でもさ、前編のさ、あの追加コンテンツのラスボスってことでしょ。さすがに勝てると思う、このままいく。あれ、キノコはどうなったの。てか大蜜、道具じゃないのか。あ、お花飴細工。甘い蜜がここに入ってるから、大蜜もここ。違う、食べ物か。なんかそう、巨大パウダーっていうさ、食材を得たんだよね。ダミスない。木の実か。あれ？なんで？あ、え、回復？元気の塊と同じ効果もある。あれでも、さっき回収したキノコはどこ？キノコやっぱりここじゃないの？結構このメモリは一体、あ、大量に一個ずつあるけど。あれ何探してたっけ？見つければわかるか。あ、鎧鉱石やばいんだよな、本当に。全然ないんだよな。
キノコ、キノコ、あ、大キノコか。え、やっぱないな。ないわ、まあいいや。あ、開いてる。一応レポートしよう。はい。でもダクマ一匹でしょ。このジジイマジでまたやってくれる、あの戦闘の時の。来た。これ好きすぎてさ、動画に残したんだけど。あれ6匹いる。73。あれ、なんでこんなに体力ない、なんでこんなに。でも読みのじじい。あれ BP がない。あ、さっきの、さっきの昼目。デビュー戦や。どんだけ耐えられるかな。あ、トンボ返りした。よし、耐える耐える。レントラーか。まあでも威嚇は関係ないからこんでいいや。でもしびれさせられたら厄介だから倒しといた方がいいかな。足遅いけど。あ、抜いた抜いた。よし、もったいないな。ベソ生かそうかな。経験値が。よし、コジョンド来る。今レントラがあれで死んだからコジョンドもこれで大丈夫。ちょっと、どんどん帰ってく。まあ特防なさそうじゃない。あるわ、普通にある。ちょっと悪巧みする時間残されてるかな。だから今一つか。これなんか悪やられたらやばい。あ、この程度ならむしろアシストパワーの方でやっちゃって、でまたほとんど来るかな。普通にパン食べながらやろうって思ったけど、ちゃんとやろう。
どんどん帰ってくじゃん。どんだけ自作好きなの。ダラなんか、格闘が入ってるかな。よし、よくない。基本は上出来だが、それだけでは勝てぬぞ。白飯も本気を出してきたから、出すよ。ちゃんとあの努力値を振った。え、何それ。スケールノイズ。カブが上がってきたな。左の壁なくなった。こいつが本当にあのどう処理するか悩ましいけど、猫魂やるかな。トンボ返りした。いかん、ちょっと入れ替えよう。ディーバー入れ替えて、ルガルガン。欲望はないはず。ない。よし、ほんで、いや、ここであと何匹か見えないな。結構倒したと思うんだけど。まだいたわ、まだいた。でトンボ返りするんでしょ。いや、死なさそうだな。どうせ最後の一匹ってさ、連れてくるの忘れた。明日は。あ、やばい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 。さすがに頑張りすぎた。ディーバこれどっちってわかるの？なんか見た感じで。あ、効果ない。悪。変えないと。効果なし、効果ない。ベソが死んでんのやば。水？水悪？ん？まあ、一旦家具出して、ベソを回復して、大きくなる？やるんや。え、まだコジョンドいるのに。うわ、え、やばいやばいやばい、もう悪者すぎる。ちょっと待って、耐え抜けよ。え、ちょっと待って、巨大一撃攻撃、そんなの虫にやったら。ああ、よかった。いや、回復する暇がなくなっちゃったか。え、でもカブの巨大マックス見たいから、ちょっと待って、素早さ抜けないかな。抜けたらいいね。かっこいい。抜かれた。ダメだ。これで渦に閉じ込めて帰ろう。巨大株は。ちょっと待って、え、
通にあのザシャン抜きでいけると思ったけど、出す必要出たわ。出そう。これで3発目か。よし、自然だ。普通に倒す。で、どうせ猫だまししてくるから、ここでベソを生かす。ほら、絶対やると思った。で、普通に倒す。入れ替えずに。それでこそ倒しがいがある。もうポケモンいないと思う。うん。なんかちょっと怪しかったけど、なんとかなった。これであの、旅パで行こうって言って、この犬を引っ込めてたら普通に死んでた。お金いっぱい。本気のリーグカードをもらってくれ。やった、キラや。うわ、いっぱい来た。止まれ。お祝いの大スープ、顔、剣のダウンロードコンテンツ女子いいような、このクララさん。え、本当なんかないものねだりかもしれんけど、縦のいいなって思った。先生どうぞ。本当に？でも裏があって面白い、この女子。ちょくちょく勝負して、何来たるべき。エンド？やりきったわ。なんかあのピオンにあの後もなんか続きありそうだったけど、こっちもあるのかな。え、何、え、何？みんな。え、誰？はい。あ、なんで番号知らなかったんだ。大事なお願いがあるんだ。詳しい話はシュートスタジアムでしよう。迷わないようにまっすぐ来るんだぜ。縛りポケモンのタイプを縛って戦うトレーニング。一つのタイプを選び、選んだタイプを持ったポケモン3匹で戦います。え、面白そう。
やらんけど、やらん。今はやらん。なんかシュートシティがどうこうって言われたから。回復はしておる。トップどうすんの。鎧とジムリーダーのあの人と生きて一緒になったぞ。え、誰？誰かがいるのここに。え、なんで一発しか話してくれんかった。え、鎧鉱石5個のお気持ちでポケモンに技を教えようか。1個しかない。最後の修行のクララちゃんにすこぶる感動して。クララちゃんオリジナルシャツを作ったっすよ。本人に渡そうとしたらゴミを見るかのような目で見られたので、良きライバルである白飯さんに差し上げます。アイラブクララの T シャツを手に入れたわ。やったね。着ないけど。いい技なのこれ。うわー、ちょっと鉱石ない。まあ、変換できるけど、あのダイマックスアドベンチャーで。ちょっとジムリーダーがいる。アイラブセイボリー持ってるの。見てみたい。いるとしたらどこだろうな。まあでもそんなことよりシュートシティに来いとは言われたけど、駅行けばいいか。駅行ってさ、ジムリーダーいるんかな。待ってくれ。せっかくここにいるんだから。打ち込もう。なる。やばいやばいやばい、話送ってないのにすごい喋ってる。くれるの？嬉しい。アナライズ。レベル25。ポリゴンをめでることで人類の英知を堪能して。貴重品に入れとこ。よし。あー、なんか極端だね。まあいいや、これで。なんで？一番その色味ないのに、黄色と緑で。スーパーボールだなんて。ハイパーボールを手に入れた。それは別にいいよ。セイモリ着用しておいた。
っとどぎついデザインそうだな。何回やったかな。スーパーボール出るね。一番使わない。あ、道具足りん。この辺でいっとこう。で、緑がもうなくなるから緑入れて3回これで合成しよう。ベルサイユのバラみたいな昔の少女漫画をイメージしてみてくれると。スーパーボールめっちゃできる。ハイパーボールは使うね。これで、この組み合わせラスト。モンスターボール。次が10、12、16、これこれこれで残り少ない青を入れる。あ、ラブラブボールを手に入れた。そしてスーパーボール。スーパーボール、ラブラブボールか。まあ投げるとしたら誰かな。魔法イップでもさ、他にもちょっといろいろ、まあ投げたいやつはいるんだけどね。いなさそうなのがいいよね。そうなんだよ。エリキテルとかかな。ガマグチ。あと何かいるかな。もうポケモンの種類が多すぎてさ、しかもあの SV もやってるから、こうどっちに何が出たっけって分かんないけど。電磁虫でもいいな。結構出てくるし、あのダイマックスアドベンチャーに。スーパーボールマジ出るやん今回。売るよ。ほら。あとちょっと。こうやってやるか。ほんでラスト。スーパーボールとかって出るんかな。あ、ハイパーボールや。ならいいや。あとは進化の石とかも突っ込みたいけど、まあいいわ。SV のように完全自動は無理だけど、同じような入手方法がある。え、なんか連打しまくるみたいな。ヒント、あ、結構増えた、結構増えた。あ、でも使うのはどうだろう。寂しが、どうだろう。冷静と慎重、いや冷静慎重容器は使えそうだな。なあ、みのり水率今上げたけど、また波乗りかな。
半円玉や。光の石、リーフ、水、炎。毒々といい、火炎といい。最近拾ったのも命の玉だし。戦えと言っている。戦士になると。もういいわ。中途シティだっけ。シュートスタジアム。スタジアムこれだよね。何があるんやろ、なんで呼ばれたんやろ。いるし。電話で伝えた話はバトルコートで行う。ねえねえねえ、戦うんじゃないこれ。では向かおう、みんながお待ちかねだぜ。みんな戦う流れじゃん。あ、でもカバン背負ってる。みんないる。あー、カブさん呼ばれました。ジムリーダーがいっぱい。ポケモン強い人が集められている。へえ、ね、お前も集められた。ドン引きやんけ。本番に負けてからって見えちゃった。あ、ジムリーダー慣れたんだ。おめでとう。マイナークラスって何。毒タイプになりたかったんだよ。で、そういや、なんか毒タイプのジムってない。あ、二軍みたいな感じなんだ。今ピンクセットが。何をやんの。ポケモン引退しますとか、まさか。ライバルを作りましょうってこと？ガラルスタートーナメント？何？何？何？顔？あ、タッグバトルで勝ち抜く大会。へえ。2人組を作ってもらい、力を合わせトーナメントを勝ち抜いてくれ。何何、ダブルバトルをやるの。やったことないんだけど。あのストーリー中強制的にそうなる時以外。うわー、楽しそう。待ってかこうやって座ってる兄ちゃんいるよね、結構普通に。うわー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 、あ、これ違うか。こんな楽しいことがあるの。ボールが邪魔やな。で、自分の手持ちも考慮して。ビバーバグ。それならさ、手持ちを考えて、D はさっきいい仕事したよな。かぶってんだよね、どっか。
毒がちょっと待って技どうなってる？毒技ない。レベルが微妙かな。さっきの見た感じだとちょっと80はないと。防御に振ってある。全体的に高い。ピンチになった時用に誰かその耐えられる人を置いておかないといけない。カブを引っ込めて、幕府攻撃に振ってない。飴を拾ったような気がしたんだよね。あ、小さい飴しかない。どうにもならん、どうにもならんよ。 ディーバ にすればよかった。あ、増えんかった。不思議な方でなんかもったいなくない。あ、でもなんか切り悪いから確かにちょっと幕府にはあげとくか。ほんでどう、まあ、そもそもレベル100いるし。あ、持ち物、持ち物、うん、雪玉何がいいのかな。持ってたよね。あ、溶けない氷にしとこうかな。あ、命中率上がる、命中率上がる。これでいこう。レベル微妙か。まあ いや行こう。さて選ぶのは一人じゃないし、いけるいけるいけるよね。いけ、あなたとはライバルとして向き合いたいのです。え、嘘。誘おうと思ったらなんか、ぼっちなんだけど、どうしたらいい。
はぶられてる。ちょっと完全にあのきっとこれじゃん。ホップさんやんけ。ああえ待って一旦断って、今回はパスですかね。ねえねえね、どっちか選んだらどっちかぼっちにならない？もうそんなことになるぐらいだったら自分ソロで行きますけど。だってそうじゃない、この2人が今決まってなかったよね。もう2人組めよ。まさかダメか、ボール外は戦えないボールよ。ネズさんも決まったとは言ってない？あ、本当？あ、ならちょっとあの兄弟対決してもらって、兄弟対決じゃない、兄弟タッグになったら面白そうだからこうするわ。今押したっけ？そもそもね、ホップはもうなんか戦うことが強制的にこうやって選ばないとなんか戦わなさそう。あ、やっぱりネズマリー。え、はてなはてな、なに？ホップさんいつも最初に出すポケモン同じだったけど、さすがに今回は違うよね。羊じゃない、クララ、クララビート。面白そう。え、ピオニー、ピオニーカブなんで、キバナとかなんかずるくない、ここ強くない、楽しそう。入っていいの？もきっと手強いぞ。最初はミミッキュじゃなくて、え、一人で行くの？マクは斎藤とかいうソフト別で殴ってきてる。序盤のジムリーダーなら。強くなってるんだ、ちゃんと。さてはオニオンとメロンさんだから、あーあ、そうか、ジムリーダー違うんだ。そしてこの曲聴けるんだ、またなんかいかついよ。突き出してきた。お互いノーマルだね。動物縛り。なんか、なんかジムリーダー同士が喋ってるってあんまりなんかないからさ。抜群？あ、そっか。待って、他になんかできる。レベル72。甘えちゃう？一人にしか甘えれないんだ。二人に甘えたいんだけど、普通に殴ろう。あっ、うわ、めちゃくちゃ入る、やばい、急所に当たった。あ、メロメロになった、やった。うわ、出会い頭やばいんじゃない。そっち攻撃か、やばい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 。ダイマックスが交代制なのか。あ、やっぱり攻撃に振ってない。タイプ不一致っていうのはこういう感じなんだ。
捨て身はやめよう。あ、倒してくれた。捨て身は危ない。経験値うま。逆にいいポケモン来る。じゃあ殺そうか、今からドレインパンチで。ケリム引きこもりフォルム。あ、交代交代にダイマックス。うーん、こいつトンボ返り覚えてたかなって思ったけど違った。あ、やば、晴れちゃった。咲いちゃった。あ、死ぬわ。レベル上がってない。あ、これなら安心じゃん。なんか適当にこの辺でやっとくわ。効かない。これトーナメント禁止されないのかな。伝説やば。縦に顔突っ込んだ。見た目のね、顔突っ込んだね。あ、雪でもよかった。あいつメロメロで、メロメロで積む。怖いね。でもね、伝説が隣にいるから。あ、よくない。変えよ、変えるけど、ちょっとメガトンキックだけ打っとこうかな。でかくなっちゃうかな。まあいいや、とりあえずこっちに。ツボあるよね。なんか蓋が小さい。当たった当たった。ん？え、なんだ？何？さんが抱えてそうなんで、そう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 。まさにそのツボ。巨大三撃やばいんじゃない。もう替え時だな。急所なんだ、強っ、硬っ。素早さが上がった。あ、さすがだな。でかい方倒しとこう。うわー、トーチカ持ってる。ほんで次にドヘ
ドイデの方を殴ろう。鋼が入ってるから毒にならなかった。大変、今一つが多い。あ、こんな顔してるんだ。鉄壁積んでる。もうなんか多分誰でも倒せないよね。で、相手虫。よし、ムーンフォースしよう。あー、ダイマックスは片方がやるとそれが終わっても隣はできない。強いな。私なんか別にサクサクとは倒せてない。わあ、賞金が。で、次が、あ、ネズとマリーが、あ、しかもハテナハテナが負けてるんだけど、ハテナハテナ誰？回復されてる、オッケー。先手変えよう。よし、まさか剣盾勢は SV みたいに連打で倒すの。ニンフィアだけとかで。この二人なんか合うな。マクワがだいぶ友達に似てるんだよな。このどっしりした感じの体型も似てる。ダブルに冷凍ビームいくか。ここの報酬じゃなかった気がする。もう豊富な技にしといてよかった。よし、明らかにワンパンだと思った。ここは毎試合ボールガイ。
っくりした。一瞬なんか飛行タイプ入ってるっけって思ったけど入ってないね。あ、あ、ボール台がなんかくれるんか。タクヤちゃんと同じように声をかけてあげて。わかった。ね、このツボツボをどうやって倒そうかなっていうのを結構考えてる。硬いんだよね確か。あ、全体なんだこれ。あ、怪力。怪力は倒すわ。あ、っていうか、特殊攻撃なら多分、あれ怪力巨大マックスしない。あ、うわうわうわ、あ、身が、帰ろう。そこは熱湯かな。久しぶりのチーカワ、ありがとう。結構でかいんだな爆風。あ、嘘、今からやんの。え、賢くない？叩き落とす、やった後で大マックするの。この見た目でメスなんだよな。さすがにあの羊に行くよね。生えてる。ツボツボ張り切っている。ハイレキは張り切っている。あ、爆避けだ。よし、それならツボツボを倒して。早っ。ああ、これで羊が倒れちゃうと確定でザマゼンタが出るのかな。出るね。マンギラス、なんか砂吹きそう。やっぱり、でこれで攻撃してくると思うからポーチかやってみようかな。あんまこういう守り技やんないけど。こんな大事な試合を脳筋で出すやつなんておったわ。わー、もう完全に伝説強い回だね。倒しちゃったわ。その怪力から技来るかなって思って当時やったんだけど。あ、
なんか無視されてる。やっぱりこれハブられてんだ。普通にネット打とう。硬いな。硬いな、お前も。あ、そっか、砂嵐の時って、あ、やけどした。よし、国防が上がるのか。でもなんか相手の攻撃も限れたし、飛んで幕府は死なないし。あ、抜群なんや。え、で次が最後か。ワイドガードいらん。レベル77でも技を覚えるんだ。敵探査、よし、このまま。マクワさん、そろそろ首痛くなりそう。決めポーズなんだよ。硬いなぁ。よし、あ、急所当てたんだ。褒めてもらうつもりで。めっちゃレベル上がるわ。すごい経験値、おいしい。首直したね。最低でも決勝進出はしたかったですが。え、ちょっとあのピオニカブってやつがめちゃくちゃ見たかったんだけど。まあでもこうなるよね。で、消耗品の木の実落とされたっきり持ってないんだけど。じゃあやっぱりあれだな、貴重な木の実よりかは。え、それでドラゴンが出てくるからこれが一番いいか。あれかな、ダンデの方は一月の進化のやつかな。もう見るからに強そうだもん。っていうかマジでさ、チャンピオンになったらあのマントどっかでもらえるか買えるかすると思ってたのに。よし、もぎ取ろう。ポップの伝説がいれば大丈夫だよ。変更。いつ見てもキバナかっけ。うん、キバナかっこいいよね。うわ、どっちを処理。うん、レベル 80!
どっちを、いやでも多分ギルガルドをなんとかした方がいい気がするな、健康なんかよりかは。というわけで、倒した。で、天候どうこうされるのか、砂嵐。今あんまり物理系持ってきてないんだよな。でもホップが結構物理のポケモン使うっぽいから大丈夫、任せよ。っていうかドラゴンだからさすがにムーンフォースでなんとかなりそう。うわー、こっちから倒そう。ちょ、怖い怖い怖い。なんかさすがのチャンピオンは怖い。ちょ、ムーンフォースをドラカルトに。早っ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 。早くない？うわー、あ、速さが自慢なんだ。やばいわ。めちゃくちゃ速い。ルナーラ多分一番速くしたのに、このメンツの中で。これはあの吹雪を頼るか。進んで見えちゃう、天候のせいで。あ、吹雪を頼るというより思ったんだけど、ダイマックスして必中にすればいいんじゃないか。で、天候変えて。え、どうしよう、これでワンパンでやられたら。そして倍雨量倒すと。よかったそうだね。じゃあ早いってことは多分そんなに耐久はないでしょうと思った。やられ振って、あれ、地震当たるんや、浮いてるのに。ねえ、リザの来た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 、燃やされちゃうよ。この雪玉が。しかもさ、鋼が入っちゃったからさ、あの生ゼンタもやばいんじゃない。あれ待って、どうしようこれ。等倍になるのか、飛行タイプと。だから効果ありになるのか。ちょっと削った方がいいかな。ダメだ。削った方がいいかなじゃない。あれ2匹死んじゃった。削られた方がいいかな。ちょっあ、わかった、爆風。あれ、なんかそのヌメルゴンなんか10万ボルト持ってそうに見えるけど、気のせいだよね。アルセウスで一回使ったけど10万ボルト覚えたよ。
それでもドラゴンタイプじゃないんだよね。ザマゼータまずいんじゃない？え、次誰出るの？雷だ、危な。うわ、なんであられはあのみんなに対して良くないから。あ、え、雷を受けない前提でベースワン。ダイマックスしちゃってたんだった。ダイロック先行変えられた。うわ、え、え、待って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 、まだいるよね、後続いるよね、ポップ。あ、あ、ナイス。ずっと旅してきたポケモンたちだから、ちょ、え、出すよね、ポップ。ちょ、やばいやばい、これが痛い、これが痛い、結構痛い。雷が当たったら死ぬ気がする。ちょっとこのリザードン倒さないと。大草原、ソード持ってたんだ。あ、グラスフィールドになっちゃった。あれ、砂も砂嵐も、おお、砂嵐もありながら大草原倒した。よかった倒した。ね、ホップ、あの、よく上がらんかったな。こうしておいて、でもいい加減雷当たる気がするんやけど。あ、やばい、死ぬかな。当たらなければいいんだけどな。え、まずい、ホップが何も出してこなくなった。止まってるわ。6匹ずるは白飯だけ。よし、得にならない。あ、やばい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 、もうダメだ。え、ちょっと待って、触れてきてないからか。ちょっとビーバーは積まないとすごく弱いんだけど、そんな時間あるかな。あ、とうとう当たったんだけど。このままいったら砂嵐ダメージだけで死んでいくことになる。もう終わるんじゃないっていうか、あ、眠らせてもよかった。最低2回はやんないといけないんで、これ技が豊富だ。あ、終わった。天気良くなった。ね、あれの後ろにいるのが橋だよね。
だからもう一回あ、ビルか。よし、まだいける。ビーバーだからぶちかまししないと。最初5チームの段階でちょ、満タンになっちゃった。ほとんどあの凝視ポケモンだったからね。よし、ここまで積まないとなんか安心できないのはちょっと気になるけど、まあでもなんか耐久度高いように育てたから意外と大丈夫だった。よし、でダイマックスはあのダンデの方に今一つか。もう一回いけるよね。よし、どっちがいいんだろう。良い息打ちで言おうと思ったけど飯サイド違ったぞ。よし、アシストバー強いね。やっぱりあの SV のレイドで良さが分かった。あ、大変だったな。なんかめちゃくちゃ大変だった。ヤドランみたいなことしやがる。そう、そこで着想をね。いや、素晴らしい試合だったね。結構つらかったな。勝ちました。わーわー控えめだね、手の振り方。体ごと叫んでいるんだぜ。愛想悪いよね。サングラスもしてるし。従って俺は今ここに。続いてガラルスタートーナメントの開催を宣言する。連続でできる。2対2のタッグバトルで何度でもトーナメントだ。何度でもずっとできるの。その全タッグ終わるまでじゃなくて。結局あのダイマックスしまくっちゃってるけどさ、あのローズの言ってたことは良かったんかな。巻きしまいます。まあ、マキシマイザス。ん？優勝おめでとうございます。記念にこちらを受け取りください。もらえるの？なんか。ゲームセット。ゲームできるようになるの。ミニゲーム。100万。あ、ゲームセット、お洋服100万。ちょっとね、いらっしゃるようです。ぜひ新しいパートナーと。うわうわ、
ション。なんかえらいことになったわ。そろそろコンマを使ってくれ。わかる。あれ、あのチョンがないとわかんないんだよな、桁が。え、なんかえらいことになったぞ今。うわー、お小遣いが。これさ、もうさ、カンストしてた人どうすんの。なんかショックじゃない。すごい損した気持ちになるんじゃないの。それとも上限突破して後からもらえるとか。わー、ボールがこれはあれですね、ダイマックスアドベンチャーに行けということなんだろうね。一応まれにおしゃぶ頭から出してくれるボールよ。ちょっと今度ちょうだいね、あなた。あ、これだいぶ前の話じゃん。ドリームボールの話してるよ。いや、実はあのもらえるかなって思って何回か話しかけたことがあって、ずっとこの話をしてる。これストーリー最後にもらったやつや。そこの男性に話しかけて、どこだどこだどこだ。ダウンロードコンテンツで助けた人。え、マジ助けた記憶本当にない。誰やろ。え、この変な人。私世界的有名なファッションデザイナー、あなたは鎧塔の。え、マジ記憶いない。誰ですか。1、2のポカンふざけないで。私がデザインしたお洋服セット買ったでしょ。え、買ったっけ。ちょっとショックなことあったの。ダンデ人気にあやがってダンデデザインの服作ったらチャンピオン引退しとるがな。いまいましい新チャンピオンのせいで全然服売れないから、あの時のお礼も兼ねて在庫を保有 C×L のスウェットパーカープリントタイツを手に入れた。次こそビッグなモチーフの洋服作ってリッチマンよ。もうまた聞きだけどゴージャスボール売るといいよって言っておく。これさ、ちなみにダサめの服、レジエレキとドラゴ見せてももらえたはず。これかわいすぎる。なんかあのすごい結構ごちゃごちゃしてるなって思ったけど、もしかして全然違うんだ。それ当分丸首スウェット着てたよ。差別か。これでダンデみたいになれるんだ。あ、ライダースジャケット買ったんだった。わあ、C×L も着よう。どこにあるんだ。あ、あ、何がついてる。これなんだ。マギョプリントタイツ見えん。あ、大変だ。スカートを持ってない。
こんな時は。うわぁ。チャンピオンといえば？チャンピオンといえば、リザードン？え、何これ？え、わかんないな。なんか、え、わかんないな、何なのか。ヤドキング？ゲームレッグ。あ、でもなんかこの服着てる人いた気がするな。紫がダンデでピンクがリザードン。ええ、いや、わかった。あのリザードン生首ね。やっとわかった。海流にも見える。そしてあのプテラにも見えた。ほんでね、戻すよ。これなんだっけ。あー、これ普段着てるやつだな。よく着てるやつだな。こっちにするか今回。あ、これいいね。くどいか。まあいいわ。